第3試合クラッシュスーパーフェザー級、石川さん、今日が最後のリングだという早田選手ですね。はい、そうですね、ここねしっかりとねこのラストマッチを飾りたいっていうのはファイターとしてのね当たりの気持ちです。それにねイライラしてるのがこの力選手なんですよね。あ、そうなんですか。はい、はい、記者会見でもですね、はい、もう、うん、最後にもう試合は現役を諦めた人間にと戦うなんか面白くないと。なるほど、このプロとして戦おうと思ってる人間、戦い続けてる人間だから俺は、そうですよね、もう多分やめる、諦めた人間には負けられないっていう、そういう気持ちをしっかり言葉にしてイライラしてましたね。でもそうであるべきよね。うん、まあ、立場的には確かにあの、はい、諦めた人間ですからね。はい、まあ、でもそれをねしっかり逆にその、うん、早田選手サイドで言えばね、うん、もう今までやってきたこと最後の集大成として、この最後の花道を降りたいというのはね逆に早田選手の気持ちですよね。ただ、はい、この引退屈辱者選手ってね失うもんがねえっていう強さは僕はあると思うんですよ。本当に、うん、なるほど。さあブハリ選手はいかがでしょうかね。そうですね、本当早田選手はもう最後の試合ということで、はい、もう本当にもう最後、今バレンタインさんが言ったみたいに失うものがないんで、まあ、あとはもう全力でこのずっとやってきた大好きな格闘技を最後やるだけだというような気持ちだと思うんで、逆に言うと力選手はねあのこれで引退する選手に負けるようじゃ俺これから先トップ目指せねえよっていうようなそういう気持ちもすごい大きいと思うんで、多分すごくあの2人 の、 あの意地が見れる試合になると思います。さあ第1ラウンド、そんなお互いの思惑が交錯しています。前に前に出てるのが早田選手は、ね、この K1 グループに来るまでに、ね、もう実績がすごくいっぱいあるファイターだったので、もう K1 グループでもトップファイターとしかやってないんですよね。でもちろんこの K1 グループで期待される、求められる、らしいアグレッシブなパンチの打ち合いを信条とするファイターなので、はい、それも、ね、力選手は分かっていると思うので、力選手 の、 この接近戦でのカーフだったりボディーブローだったりとか細かい技の使い分けが最近すごく長けてきているので、はい、そのアグレッシブな早田選手のパンチ対力選手の崩していく削っていく技術的な、テクニックという試合展開になると思いますね。さあ第1ラウンド前に前に出ていくのが赤の早田ですね。そしてそれを一定の距離を見て動いて一発ずつ入れていくのが青森木。さあこういった左が入った。さあ残り時間1分、入ってくるところにローキックだったりカーフだったりうまく力選手は使い分けてますよね。お互いカーフキックを狙ってますね。2人とももうあの前足のふくらはぎが赤いので、うん、じゃあそれがもう効いてきてることです。そうですね、力選手左の足はもう赤くなってますもんね。そうですね、さっきから反応して一応カットはしているんですけど、さあ残り時間30秒、今もカーフが 2回入りました。そうですね、今とかのパンチを打って体重が前足に乗った瞬間にカーフもらったので、はい、あれはちょっと効くと思います。これあまりもらいすぎるのもこの後半戦ね、そうですね、動力が削れますからね。はい、カーフキックはもう痺れてしまうとどんなに根性があっても勝てないので。あ、そうなんですね、はい、さあ前切りで距離を取りたいのがこの青のバーバクールをこれは出しませんでした。さあここで第1ラウンドのゴングです。第1ラウンド終了。さあ1ラウンド、石川さんいかがでしょうかね。はい、そうですね、まあ、お互いまだ、熱くなりすぎず、まだ冷静に立ち上がりを、戦ったっていう印象ですね。まあ、相手の出方を伺っているような感じも見えましたよね。そうですね、はい、さあブハリ選手はいかがでしたかね。そうですね、ハヤト選手もカーフキックが後半、はい、特に際立っていたように見えますね。でパンチに関しては力選手が中間距離でワンツージャブを中心にいいパンチを打っていたので、そこがでも力選手も最初カーフを打っていたんですけど、はい、途中からカーフが出なくなってちょっとパンチだけになっていたので、なるほど、ちょっとカーフを蹴られてるんで蹴り返すっていうのも手かなと思います。さあバレンさんはいかがでしたか。僕はリツキ選手のジャブがめっちゃいいと思います。あ、本来ならただあのジャブからその後につながればもっとポイント取れるんじゃないかなって、はい、うん、それが今1ラウンドではまだまだこうつながってなかったということですよね。はい、そういうふうに感じました。さあ第2ラウンドが始まります。早田対力、第2ラウンドがスタート。さあおっと今、カウンターで仕掛けていった、一瞬ぐらついた赤の早田、
そこを見逃さずに前に行きました。ないですね、はい、前に前に行きましたね、今ね。さあ見逃さなかったリキ、しかしここで立て直して前に出るか、中野隼人、しかしそうさせないのが青のリキ。この前に出ながら攻撃している方が強いですからね、はい、足を止めた状態でうまく早田選手応戦はしてましたけどね。注意が与えられています。さあリム中央、ここはパンチからやはりハーフ、なかなか早田が攻めている。さあガードを固めながら一発を狙っている。ここで出ましたガフキック、あれをもっと蹴っていきたいですね、クラッシュはワンキャッチなんとかアタックルールってのはないんですか。まあ、多分とにかく掴むのは反則ですね、全部、うん、おお、ここでもフェイント、パンチからおっと左を当てていった。やっぱりジャブがいいですね、リチャンスが。さあこれは空振り、ただジャブを打つと、はい、キックボクシングだと左足前足がちょっと内側を向いて前に踏み込むことになるので、うん、そうするとパースキックをかなりカウンターで蹴りやすくなるので、うん、なるほど、そういうリスクもありますね、はいはい、やはり一つの技を出すときにはやっぱり一つのリスクを背負わなくちゃいけないんですかね。その通りですね、本当にボクシングではもう絶対にないことだからねそこはね、うん、確かに、うん、さあ今当てていってやはり左、だからキックボクシングはボクシングに比べるとちょっと正面立ちなんですよね。ボクシングはもっと半身に体を横に構えるじゃないですか、うんうん、そうすると横から蹴られてしまうので、うんうんうん、さあこれを倒した。残り時間1分を切っています。第2ラウンド、いやこの前に出る、うん、人間の強さっていうのをしっかり見てますよね、リキ選手ね。どうしても隼人、うん、選手は応戦してるけどもやっぱり、うんうん、どうか前には出てないですよね。そうですね、はい、体重が乗らないですからね。リキ選手は本当カーフ蹴られてもパンチ振り抜くぞっていうようなちょっと決意固めてる感じが、ね、そうですね、前に行ってますよね、はい、前に前に出てます。さあ青コーナーのリキ、さあ前に行った、そして膝、さあ残り時間20秒切っている。やはりカーフ足元から崩していきたいのが赤の隼人、しかし今一瞬ぐらついたか。残り時間10秒、うん、ここでタイムです。ここでタイムですね。一瞬それ早田選手が抱えちゃいましたね。これはどう、今どうなんでしょうか。警告ですかね、はい、入ってきたところちょっとね瞬間的に反射的に抱えちゃったそうですね。なるほど、はい。さあ第2ラウンド残り時間10秒切っているところです。さあ前に前に出ます青のリキ、ここでゴングです。さあ第2ラウンドが終了しました。石川さんいかがでしょうかね、はい、やはりこのねもうなんでしょう、リキ選手の決意っていうのは強い感じますね、はい、前に前に出てましたね、はい、そうですね、はい、何をされようと、はい、今日で最後のリングに戦う男に負けないぞっていう強い意志と気持ちを感じますね。早田選手の、ね、攻撃もいいタイミングで返してるし、はい、いいポジションで当たってはいるんですけど、はい、それさっきも言ったようにリキ選手が常に前に前に出ることによって攻撃力パワーを向こう半減化してますよね。ブハリ選手はいかがでしょうか。2ラウンド終わりましたが、そうですね、また2ラウンドの終了間際にもリキ選手のいいジャブがすごい入ったので、リキ選手はもうこのままいいパンチを打って前に出続けてほしいですね。なるほど、そのまま押し切れると思うんで、逆に早田選手はちょっと下がりながら応戦する場面が目立ったので、はい、押し込まれる前に回るかっていう風にしながらうまく有効なカーキックを蹴っていってリキ選手を下がらせたりしながら戦ってみてほしいですね。さあバレンさん、いよいよファイナルラウンドですね。そうですね、でも思いました、これワンキャッチもできないってことは、うん、膝蹴りってカウンターでしか打てないってことですか。そうですね、例えばパンチのカウンターももらうリスクも多くなりますね、うんうん、はい。さあ前に前に出てきているのが赤の隼人。どうしてもね膝蹴りって相手を手を添えた状態で練習をすることが多いんで、サンダーバックに対しても、うん、どうしてもねそのファイターとしてその意識がなくても相手を触っちゃうっていうのがあって、うんうんうん、どうしてもそこはどうしても難しいところなんでね、膝は。そうですね、特に隼人選手はキャリアあるのでいろんなルールでシェアしてると思うので、うん、そうですね、キックボクシングルールでベルト持ってますからね、うん、さあ場内は隼人コールです。
さあ早田コールの中、その早田が前に出るがなかなかここまで決めきることができません。早田、うん、選手いいですね。多分前に出だしたから、リツキ選手がなんかパンチを合わせづらくなってるんじゃないですか。2ラウンドの後半の時とは違いますよね。早田、うん、選手の前に出る圧力がこの最終ラウンド、最後の3分ですかね、上がってきてる印象ありますね。さあこれ前に出るのか。あ、ここでも、あ、膝、そしてボディ、これは効いたか。さあ顔面を捉えていきます、青コーナーのリキ。さあカーフキックをお互いに出していく。さあ残り時間1分30秒というところです。ボディに行った、さあ前に前に出ますがなかなか決めきれませんね。やはりね、そうですね、まあ、リキ選手ちょっと盛り返すような、気持ちが見えてきましたね。さあワン、しかしやられてもやはり手数やり返していきます。ハヤト、ここで膝、そこのね、お互いどっちも気持ちがありますよ、ありますね。リキ選手はそう何回も言うようにこの最後のリングの選手に負けるわけにいかねって気持ち、ハヤト選手は最後のリングっていう気持ちですから。さあここで今一発、ハヤトの顔面に決まった。しかし倒れません、倒すことはできませんでした。この序盤のね、最終ラウンドハヤト選手が前に出る圧力を、リキ選手が逆転、流れを変えましたね、またね。そうですね、はい、さあ残り時間まもなく30秒というところです。さあ両者ここから、あ、ここで離れ際に一発、しかしやり返していった青のリキ。膝、左フック入れていった。あー、どうもね、顔面に今一発当たったぞ、これは大きい大きい。右ストレート、左ストレートの、回転差がね、さあなんとか立ち上がることはできました赤隼人。さあここでまだ一気に一目にかかる。さあ力、青の力が行く、前に前に出ます。あ、ワンキャッチ、あ、警告が出てましたからね。ここでイエローカードですね。まあ、でもさ、この警告はラッキーじゃない、ダウンしてさそうですね、ダメージがあるから、ね、ちょっと休めますもんね、あー、ここでゴングです。セシオ判定に入ります。さあ判定に入りますが、石川さんどうでしたかね。はい、リキ選手は、まあ、はい、おそらくこのダウンもマイナスもあるので、勝利だと思うんですけど、リキ選手は、ね、この今まで KO 勝利が一つなんですけど、今最近ね、力強さが出てきたんですよね。で今回こういうね、こういう形で、はい、これまで王座獲得何度もしている早田選手、格上の選手をこういうふうに、ね、試合をしたということで、また力強さ上がりましたよね。はい、30対26、青リキ、まずは青のリキです。ジャッジ西村、30対26、青リキ、青リキ、ジャッジ金子、30対26、青リキ、よって判定3対0をもちまして勝者青コーナーリキ3対0、リキが判定勝利、見事でしたね。ブハリさんいかがでしたかね。そうですね、リキ選手が途中からリキ選手の右ストレートが、ハヤト選手の顔面を的確に何度もクリーンヒットする場面が見られたので、その蓄積もあってパンチのダメージで倒れたのかなというふうに思いますね。リキ選手はこれから若い選手としてトップを目指していく上で、はい、まあ、越えなきゃいけない壁を見事パワフルなファイトで越えたかなっていうような試合でしたね。ある意味解釈人ですよね。そうですね、早田選手ね、最後の試合っていう決意覚悟しっかり見えましたね。素晴らしいファイトだったと思います。そしてバレンさんがおっしゃってた左のジャブからの右のストレートがつながりましたね。はい、そうですね、よかったです。あと、まあ、結果もね、やっぱり格闘技はこうあるべきだと思う。なんて言うんだろう、引退を言った選手が負ける方が、はい、むしろなんか引退するっていう選手にもいいような気がする、俺は。後悔がないというか、そう、なんていうのかな、はい、やっぱ勝ってしまうと未練が残るような気がしますよね。あのと、なんだろう、なんか全てが丸く収まるのが僕はやっぱり、コリッケ選手が勝ち子だと思うので、良かったと思います。そういう意味ではちゃんと解釈人としての仕事をきっちり果たしてくれましたね。はい、
さあ力選手が3対0で判定勝利、きっちり早田に運動を叩きつけました。